山田、僕悩みがあるんだ。それでは聞いてください。ノリオで悩み。スッと言ってくれよ。スいやそうじゃなく、あ、トイレにさ、ハンドドライヤーってあるでしょ。例えば2人がほぼ同じタイミングで手を洗ったとする。片方が先に手を乾かす。で、乾いたらその人は手を抜きトイレを出る。さあ自分の番だ。その時前の人が作り出した風の中に自分も手を突っ込んでいいのか、それとも一度風が止むのを待って自らが作り出す風で手を乾かすべきか、この二択でいつも迷うんだ。くそ、どうでもいいな。これに悩み出してからというもの、夜も眠れずに朝方中途半端な時間に寝て起きたら夕方なんだ。いや起きるとこまで言わなくていいんですけど。あれ珍しい二人。あ、草野、実は僕。あ、顔見ればわかるよ。ハンドドライヤーで悩んでるんでしょ。お前すげえな。草野はどっち派？いや僕はそもそも手を入れるのが無理かな。だからいつも外側になすりつけて拭いてるんだけど、僕みたいな人のためにもっと本体を吸水性のある素材に変えるべきだよなとは思うね。イカれてんのかお前。また民さいよ。